こう下ろします、笑わない自分を。ばあちゃんの頑張れて声を思い出して、どうもノブロック TV です。本日のゲストは二瓶ゆかさん、松本ゆうさんです。よろしくお願いします。二瓶さんは、はい、あのトータルテンボスの方の企画で来ていただいて、はい、まあ、心地にしりとりとかいくつか下ネタが出てきたので、まあ、その、そうですね、ちょっと笑っちゃったんですよね、うん、松本さんはあのバンドの曲紹介グランプリっていうので、はい、あの来ていただいて、はい、お二人ともちょっと一個共通してることがあって、はい、企画で下ネタで笑っちゃってるっていう動画の中でね、下ネタでエロシーンで爆笑しちゃってる人、いや結構大好きでしたね、うん、はい、笑っちゃってるでしょ、はい、それでですね、今回、はい、実はお二人のマネージャーからのオファーでこの企画やるんですよ。なんでちょっとその下ネタで笑いすぎじゃないかっていう下ネタをある程度我慢するかどうかっていう、そのそういう構成というか、そういう企画をお願いされてるんですよ。これから下ネタが出てくるんですけどあ、もう前提なんですね、はい、笑ったらもうその失格、でも確かにこの今後 その自分のキャリア的にも、そうですね、そういうとこ笑わないですよってところも見せておいた方がいいってことなんですよね、はい、そうですね。なんか本当になんかもうこの YouTube 呼んでいただいたから、うん、私も YouTube チャンネルやってるんですけど、うん、初めての方がなんかもうニヘラチオさん、ニヘラチオさんみたいなニヘラチオさん大好きですニヘラチオさん応援してますみたいな感じで、 GM らもガチでいけるって思ってる社会人であふれ返ってるんですよ、うん、あと J2 のサッカー選手からめっちゃ出てるということで、2人のために下ネタを披露してくれる特別ゲストはこちらです。 OK GO! もしかしてだけど、もしかしてだけど、それっておいらを誘ってるんじゃないの、そういうことだろう。やったー、やったー、ドブロックだ。ドブロックのネタで笑ったらアイドル引退だと思って厳しくないですか。めちゃくちゃ厳しいですよ。引退の気持ちやってください。可愛いやつで笑うのはいいじゃないですか、はい、あとこれで笑ったら引くワンもあるじゃないですか。その辺のバランスを今回その確かめていって、二瓶さんもバランス取りたいですよね。バランスは取っていきたいです。松本さんも、はいはい、そうですね。じゃあ行きますよ、はい、お願いします。これから披露するドブロックのネタで絶対に笑わないって誓いますか。誓います。誓います。じゃあ牛乳を口に含んでもらいますこういうの見たことある。あ、いやこれはガチなんだ。はい、どうぞどうぞ、うん、大丈夫ですね。ミルクが足りなかったら我々が補充しますけどもよろしいですか。そうですよ ね、あれですね、はい、はいはい、やっぱりあのストックはありますけども、はい、ストックは残ってますんでたくさんありますよね、はい、たくさんありますね。ダメですよ、本当にだって芸能界引退ですからね、はいはい、下ネタで笑わないような人間になりたいんでしょ。なりたいんですよね、うん、よし、うん、まずはね、どのぐらいのレベルでいきます。まずはレベル的には、まあ、あの本当にあの営業のショッピングモールの営業とかで披露できるような、それぐらいの親子で楽しめるやつからいきましょう、はい、はい、それでは聞いてください、この歌はですね、うん、皆さん一人一人違ってもいい、そういったメッセージソングでございます、はい、聞いてください。君だけの花夕暮れの帰り道、いつものスーパーでトイレットペーパーのおやすり、気がつけば隣の人もあの人もこの人もトイレットペーパーを買っている。嬉しい時も悲しい時もみんなうんこをして生きている。おのずとみんなトイレットペーパーでお尻の穴を拭いている。優しく拭いたり激しく拭いたり、ちゃちゃっと拭いたり奥まで拭いたり、一人一人違う拭き方でお尻に咲かせる菊の花、丸めて干したり濡らして浸したり、芯を使ってガリガリ削ったり、肛門ごとに違う拭き方で大事に育ててる。
失格いや、あれ失格です。いや途中までめちゃくちゃいい歌だったんですよ。そうなんですよね。ミーさんでも顔に僕見ここに見るあいいですね、ありがたいです。顔に見るかついたちょっと顔に見るか良くないですね。そうよ、エロとかじゃないの。エロとかじゃない、今のは肛門で笑っちゃってるからこれは失格だけど、はい、まだただこれ可愛い下ネタだもんね、はい、これはそうです。逆に言うと、まだね、可愛い下ネタで笑ってる分にはまだ。あ、そうですね。次からだよね。うんうん、次から本茶行きましょう。はい、わ、はい、かりました、はい、牛乳口に含んでいただいて、はい、行きましょうか、はい、みんな行くよ。よし、たま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 僕キャンタマたま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 僕キャンタマわー袋の中にお部屋が二つ気になる間取りは 2DK叩いちゃダメ、つねちゃダメ、優しくしなきゃダメダメ、伸びて縮んで汗かいて、気まぐれだけど可愛いな。たまんない。たま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 僕キャンタマキャンタマたま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 生まれは埼玉うらわーい。たま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 育ちはニコタマセレブじゃん。たま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 くだらねひっくり返ってまた会いましょう See you たまろくだらねえ失格これもダメ、うん、ダメですか。これもダメか。もう立ってみてよ。服も伸びてみてくださいあこれだ実はここまでも、はい、ここまで笑っても大丈夫なやつだ。だって別にほら下ネタって言ってもさ別にそうですね、タマキャラクターみたいなもんじゃん、ね、子供の下ネタ、子供の下ネタですよ、今まではね。はい、そうですね。子供の下ネタで笑う分には大丈夫じゃないですか。はい、大人の下ネタで笑わない方がいい。それはちょっと、まあね、本当にこっからはマジで良くない。そうですね、だって性を感じない下ネタだったからね、ここまでは。あ、そうですね、確かに。かこっからですよ。そうですね、そうですね、はい、お願いします。はい、そうですね。じゃあちょっとね、趣を変えまして、はい、次はちょっとあの外国の歌を。外国の歌ですか。我々もそうですね、芸の幅を広げようと、はい、なるほど。海外の音楽っていうのもちょっと積極的に取り入れようということで、はい、はい、メキシコに伝わる、はい、恋のおまじないの歌。あ、かわいいじゃん。はい、なるほど。歌わせていただきたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください。アモーレミオダーセンガパロゲスミアリンガタレサラコンデスパレスミオオーラアスタミアウゴルソデサパスコトレサミアファマステレミゴトンデサレサナキンダスポレテネパンドポレサミダオラマピンダリニャファンバステンダリチョゲラポソンデレレラゴトレラポラネタテリサ進撃食わせてみよ進撃食わせてみよ失格。ちょっと待ってください。失格。失格です。いや、今からまだそうですね。違う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 。ちょい前から繰り返してもう一回我慢させるんで。すいません、ごめんなさい、本当すいません、はい、もう一回だけチャンスください。ちゃんと最後まで大体に。はい、そうです。そうですよね、本当にすいません、はい、邪魔、邪魔は絶対しないって決めて、はい、すいません。やっぱチンゲでは払っちゃダメですよ、ね。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、僕は行きましょう。
オーラマピンダリーニョファンタスティンダリーニョゲラボトンデレキラボローザネゲラダダダルチョ進撃食わせてみよ進撃食わせてみよデスカサレシミャボンダスカレサニダアボガド添えてみよタコスに混ぜてみよデンダスカレシミャチンゲチンゲチンゲ食わせてみよです。ミヒエさんびしょびしょですよ。すいません。ということで、はい、次、まあ、いよいよネタとしてどのレベルに入ってくるんでしょうか。そうですね。まあ、ここら辺から、まあ、少しずつって感じですかね。過激というか本番が始まる。本番が始まる、はい、自分を変えたい。じゃ変えたいですか、はい、じゃ変えましょうよ。変えます。今もまだ変わってないですよ全然。わかりました。変えたい。じゃあもう本当結構なやついっちゃって大丈夫です。わかりました、はい、もうこれで笑ったら、はい、ミエさんのイメージ下がるっていうような下ネタやってください。わかりました。じゃあ行きましょう。こっから先は、はい、聞いてください。 Dear My Friend。 君に悲しみが訪れた時は心配しないでそばにいてあげるから。夜中に突然海が見たいって、君のわがままも我慢ですよ。我慢ですよ。やってあげるから。我慢ですよ。知っているよ君には他に好きな人いるから。恋人にはなれなくても一緒にいたいのさ。そうさ君と僕は友達さ。セフレセフレセックスフレンド。来月あたり会えたらいいな。セフレセックスフレンド。かけがえのない友達さ。一番ダメセフレで笑っちゃダメ絶対。なんかやっぱ思い出しちゃったっていうか。何を。あの、違う私じゃないんですけど、思い出しちゃったんですよ。違う、いたことないです。俺何も誘導してないよね勝手に自分で。違う、いたことないです。本当いたことはないですけど、そうそう、なんかね、こう友達の相談話とか聞いてるのをふとこう思い出しちゃって、あ、セフレの人はそういう気持ちなんだなって感情移入しちゃった。別にほらセフレはセフレで素晴らしいって言ったんですよ。別にそれぞれの関係だからね、はい、別にね、はい、悪いものではない。悪いものではない。当人同士がいいならね。はい、そうなんです。もう本当にこれで笑ったら恥ずかしいって歌お願いします。そうですね。軽い女と思われたくないわ。思われたくないです、うん、結婚したいし。結婚したらでしょ、うん、子供みたいです、はい、28なんでも。28なんで、はい、もう笑わないです、うん、ですよね、はい、ですね、うん、聞いてください。サニーデイラブ。いい曲なんだよ。 OK。 1、2、3。相方は優しさあふれる男、いつだって微笑み絶やさない。相方は色気にあふれる男、うなげさえセクシーに見えてくる。
どっちも大好きで、どっちか選べない女の子、一人で悩んでいるなら太陽の下で、塞いでみませんか。Brand new day、 Brand new してきて、賛否しませんか。I love you、 賛否 forever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 。ありがとうございます。惜しい。失格です。松本さんダメですもん、完全に。すいません。松本さんはもう大丈夫です。もう笑って大丈夫です。一回こう下ろします。笑わない自分を。笑わない自分を。はい、やっぱ女優なので。ああ、そうか。それは可能です。そういうモードでいく。そういうモードでいきます。だとしたらもうラストに近いですけども、本当のこれで笑ったら本当に女として恥ずかしいみたいなネタ、うんうん、はい。あの芸能人、女性芸能人として恥ずかしいってネタありますか、なんか。じゃあこれでさ、やっぱりこれになるのかな。うん、お願いします。はい。はい、ではまあ俺たちのこう子供時代のこう思い出の歌ですね。はい、聞いてください。駄菓子屋のおばあちゃんの歌。あら。曲なんじゃない実は。長い影を引き連れて、ゴム草にパタパタ鳴らして、駄菓子屋までの一本道、行き来らして走った。汗を拭うのも忘れて、アイスに夢中でかぶりついて、俺たちは世界の真ん中で、わけもなく笑った。駄菓子屋のばあちゃんはいつも悪ガキどもと叱りつけては、ひしゃしわだらけの顔をくしゃくしゃにして、微笑み包んでくれた。そして今行かないように出さないように、ばあちゃんの笑顔を思い出して、フィニラヌように射せらぬように、ばあちゃんの頑張れって声を思い出して、あの日のようにうまい棒握りしめて。いやこれはすごいネタです。すばらしいその構成ですね。おばあちゃんの思い出が、はい、全部そのおばあちゃんの思い出を怪我すんじゃなく、うん、それがその行かないための我慢の映像になると、はい、逆ずりネタになるってことですね。それは綺麗な本当話ですよ、うん、はい、なんか笑ってほしくなかったですね。そうですね。そうですね。私の思い出、ね、大事な思い出ですね。ね、思い出笑われた感じがして。笑われたと思います。はい。でもなんか元彼が同じようなこと言ってたのを思い出して。なんて？行かないようにするときに、うん、そのおばあちゃんの家族写真とかを思い浮かべるっていうのを、その元彼が言ってた。元彼が言ってたのを思い出しちゃったっていうだけです。それだけです。それはもうね、
ついに、はい、あの今カメラの前で、はい、セックスの話をしてみたんですよ。違う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 我慢させてた自慢我慢させてた自慢違う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 、ね、だって普通に違う違う違うあの短めで、はい、もうこれ以上洗わないもう本当に絶対我慢させたいんですよ。ただ歌じゃないやつもちょっとあるんですけど試してみていい、ね、めっちゃ短いんで短いやつだったらちょっと我慢できる実績だけ作りたいんですよ、うんうんうん、短時間だったら我慢できるかもしれないですね、はい、じゃあ、お願いします、はい、僕はあの一応どんな動物ともメイクラブできるっていう特技がありましてライオンとのメイクラブ。いやそんなね方法ね。ちょっと待ってください。ライオンですよ大丈夫？ライオンってやっぱこうまずやっぱ縦髪を掴んで動きをしたいんで。掴んで、そうだ、膝使って、膝使って、足でローいって、で、ちょっと弱ってきたなと思って、後ろピロートって始めそうな顔してる。ちょっとこれ使わないかもしれないですけど、その二平さんだったらどうなるのかっていうのをちょっと使わないかもしれないです。編集で考えます。だって二平さんだってそれで笑っちゃダメじゃん。確かに。確かに。そう、それは、うん、それはそういう絡みの仕事やってないですもん。でしょ。だから口に含んでください。二、はい、平さんだったらどうなのかっていうのを。私はグラビアもやったことないんですよ。そうだ。グラビアもやったことない。グラビアもやったことないんですよ。じゃあ口に含んでください。やっぱ兄さんがやっぱ礼儀正しい方なんで、とりあえず楽屋行きますね。楽屋挨拶で？楽屋行きます。とりあえずでここドアだなと思ったとこノックしてノックしてで開いてガチャッと開いた。ガチャ開きました。ドア開けて引きずり出してガチャッと開けます。早いね。早い。松本さんもやってみますよ。いや、いいですか。やっぱ松本さんやっぱギャルなんで、うん、よくクラブ行かれると思うんで、うん、やっぱまず少し見ます。あ、人がたくさん見てんだ。それは絶対無理ですよ。ドリンク持ってるんで、こう、うん、ドリンク持って行って、うん、で、ここであそこにいるなと思ったら、うん、ドリンク待ってグッて行きます。あ、ドリンク投げてる間に。すごい。